大堀一美さんです。今日ねこのハーキュレススタンドちょっと開けてみましたね。えちょっとね、まあ、こんな感じになってて、これね5本入り、これ6000円ぐらいしましたけどね。ちょっとね、開いてみますと、ね、これ名前ギターラックっていうんだってさ。でこういう感じになって開いてね、開いてみますとこんな感じです。今開いたんだけどね、ちょっと見にくいけどね、ちょっとこっち行こうか。開いてみますとこんな感じね。これで、これでね、ウィーンとウィーンってね、こうこっちの方に入れるみたいですけど、ウィーンウィーンウィーンとやるわけですね。あれ機械的ですが、ほんでね、こういう感じで立てるということみたいですよ。はい、ね、これ今ちょっとドシッと置いてるわけですけどね、まあ、こんな感じで、足もねしっかりとこうがっしりしてます。ちょっとねバックとかつってちょっと見苦しいとこもありますが、でね素材的にもね、これも後で紹介し、すると思うんですけど、こういうね調節機能がついてて、これで、素材的にもね全然こうラッカー塗装とかそういったもの非常にデリケートなんですけども、まあ、ゴムとかにはねラッカー塗装弱いと言いますけども、まあね、それにもまあ耐えれそうかな、そういったところもこうケアしっていうかね、ちゃんと考慮したような素材を使っているような気がしますしね。はい、でこうやってさっき見せてこういう並びになっているわけですね。はいね、で今何もない状況なんですけど、でまあ今日はこのね、こいつをちょっと立てかけてみようかと思うんだけど、でこんな感じでね幅をねやってればこうやって、こういう感じで横立てにして、こういう風に立てかければですね、はい、こんな風になるわけですね。はい、ね、しっかりとここも、当たるように設計してあるというか、ね、ちゃんとこうギターも考慮してあるような感じでスパッとこうはまるような感じになってますね。で、これをね全部あの5本全部ちょっと立てかけて、見たやつがちょっとあるんでね、見てみてください。ね、さっきセッティングやりましたけどもね、ちょうど今ライブが終わった後なんですけども、こんな感じでね、並んでます。非常にねこの、まあ、間をこうやって取ることもできるということでね、まあ、なかなか、まあ、この横入れスタンド、まあ、短所っていうかね、やっぱ横からこう入れるからさ、なんていうの、やっぱりこう、ボディの間こうぶつかったりしそうな感じもしますけどね。まあ、私そこはちょっとある程度距離を取ってこうやって歩けるべきなのかなというふうに思いますが、まあ、こういう感じでね、今日は、5本分ですけどね、立てかけてみました。いいですね。輪っかあるでしょ。この輪っかはね、動かすことができるんですよね。だからね、あの、こうやって立てかけてるギターの横幅なんかに合わせてね、あの、輪っかのね、調整っていうか、この輪っかをね、動かすこと、こうやってね、動かす、横に動かすことができるんですけども、動かすことによってね、このギターの幅をね、合わせることができるなんていうこともできますよね。非常に嬉しい。でね、一番嬉しいのはこれ、ピック入れ。ね。このさ、ピック入れがね、溝がちゃんとこれあるんですけどね。はい。これはここにもついてますけど、それぞれね、この、かけるところね、4つずつ、このピック入れみたいですね、これ。ピック入れがですね、こうついてると。ほんで、こうやってね、ピックをこう刺すと。ねえ、いくら4枚ずつ作れると。つまり20枚ぐらい作れるってことですね。すごいね。これもなんとも画期的な感じでございます。ねえ、すごいね。で、将来はね、ここに今、高峰さんもありますけど、ここの2本に今、生ギター立てかけてます。ここもね、高峰にしてですね、計5本の高峰をここに将来並べようというふうに思っている私、大堀一美さんでございました。こんな感じでね、ハーキュレススタンド。ねえ、非常にいい感じで、仕上がってますね。これ5本付きですけど、非常にこのね、足の部分、ね、非常にこのガッチリ、ね、すっごいガッチリしてますね。ちょっと、パンダのマークが見えてますけどもね、非常にこうガッチリしてる。ね、で、しっかり作りもいいしね、こういう感じでね、並んでおります。非常にこう、ね、こう、ちょっと、多少こう揺らしてもね、全然こう、ガクガクならないっていう、そんな感じの、非常に安定した、ものなんじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひね、このハーキュレススタンズって言うんですけどね、ぜひ皆さんも、チェックしてみてはいかがでしょうかということで、大堀一美さんでございました。じゃあね、バイバイ。